はい、渡辺です。今回ね、スペシャリストバッテリー使っていきたいと思います。で、矢作モイカのクラスでウルトラブキュエルで獲得したばっかりのね、エコーホークデュアルボア初仕様でやってみたいと思います。で、ヘリオンセロボ装備チャージのクラスで、ニュークタウンのマーセナリーチームデスマッチ、モシピットで遊んでみたいと思います。はい、頑張るぞ。これ、過去作にあったやつですかね、これ。ちょっとわからないね。それとも BO4 のオリジナルの新武器ですかね、これね。はい、ラブゾーイ。めっちゃ強そうですよ、これ。相談する。ああ、そういうの、これ。これ、間違いなく弱体化ある。レース速度そんなに高くない。めっちゃ威力高い。これ、いいっすね。あ、うまい。外人の実況者なの、俺が YouTube に登録してるの。スワック XPL っていう黒人のプレイ実況がいるんだけど、神プレイヤーが。あの人が使ってたの見たんですけどね、かなりキルやってましたね。あの人ほんとすごいプレイヤーでね、ニューキルはバンバンやるんですよ。困るな、こういうの。ちょっと今のやめようかな、もう。こうやってやられるからさ、上にいるんだよな、一応な。おレベル2アップ。やっぱ早いね、最初は。ここにいないか、これ。いないのか。やったんだ、イモリプレイヤーがいたのか。ダメだな、キルできねえな。やっぱあんまり意識しすぎるとやっぱダメだな。成績上げていこうっていう考えでやるとダメだな。無心でやることが大事ですよ、やっぱり。ダメだ、成績悪いね。成績が悪いでしょ。あまり考えない方がいいよ。だから普通にやれば。敵の UAV が旋回している。ダメだね。ダメだ、ダメだ、ダメだ。成績めっちゃひどいよ、これ。4キル。ダメですよ。ここ、ちょっと。ああ、ダメだな。ほんと、おかしいですよ、マジで。めっちゃキルできないっすわ。うん。ちょっと成績上げないとダメだ。まだ5キルって。敵のライトニングストライクレーダーを感知。敵のライトニングストライク接近。なんでここに強いの、これ。バンバン少し飛ばしてんだけど。作戦エリアに敵の RCXD。 連続キル決まらんね。これでも強いんじゃない。電速度あんまり高くないからいいんじゃないですか。あの万能みたいな感じですね。BO3 のこれ、 BO3 の万能をベースにしてね、これ。もう何だろうな、これ。初プレイ実況の初試合の時に限ってこうやって成績悪いからな。ダメだよ、やっぱ意識するとやっぱダメだよ、これ。考えるとやっぱダメだよ、これ。キルできるもんキルできねえんだよ。バンバンいるわ、これ。相談数がめっちゃ多いのが、これ。いいんですよ、これ。なんでこれ、成績悪いよ。おかしいよ、これ、ほんとに。不思議だよ、これ。おかしいよ、ほんとに。これ、初プレイ実況動画、あれだな。で、やる可能性出てきたな、これ。成績が良くねえから。ダメだ、ダメだ。正式終わり。これ回せないってやりづらいな、めっちゃ。めっちゃクソやりづらい。普通のやつがやりやすいわ、めっちゃ。めっちゃクソやりづらいわ。これやっぱ通常のコアのやつがいいな。もういいよ、もう。
あ、これもいたのか。パーティーないから元気かけどね。あんまりマッチングしないのよこれ。うん、やっぱ人気がないんですよこれ。うん、はっきり言ってね。うん、敵のケアパッケージ接近。とにかくやりづらいのよこれ。うん、レベル上がったな。やっぱ多少パーティーいないと面白くないっていうのもあるね。いない方がいいんだけどね、パーティーは。なんかね、やっぱ普通のコアの方がいいっすわ。めっちゃのキャンプもいるしさ。あの、戦闘ヘリが空域に侵入。これね、大マシンだったらこっからがいいわ。でもね、全然決まらんよ。一応少し決まったんだけど、20キロは生かしたいですね、このマップ。この武器だったらダメよ。やりづらいな、このマスナリってな。ダメよこれ。めっちゃクソやりづらいなこれ。あ、これ後ろ来るの。おお、チャチンにやられた。負けてるぞ、また。ここにいるの。いねえ。やつらの思い通りにさせるな。やりづらいやつな、本当にこのマーセナリってやつよ。やりづらいな、本当に。普通のやつがいいね、やっぱり。だいぶ負けてるぞ、これ。よしよし。後ろ、来るわ、これ。ディスラプターを使用する。めっちゃ。20キロいった。よし、シャットダウン。UAV。旋回し、センサーで目標を捉え、敵の RCXD を発見。よしよし、ロボマシン。ヘアパッケージ、スタンバイ。ダメか。終わりだけどね。UAV はエネルギーの 50% 使用した。終わりだ。終わりや、終わり。終わりだ、負けた。今回の結果についてひどいな。あ、でもまだいい、まだいい方だけどね。敵のやつだな、これ。見てみようか。チャッチ、こいつと結構対戦したからな。おお、うまい。全然使ってない。俺一回も使ってないじゃないかな。多分。いずれ使うことになると思う。うまいね。あ、スチールやってるね。迷彩チャレンジやってるんだな。これでもね、レッドタイガー解除する前のスチール意味ないんですよ。はっきり言ってね。ただキル数だけしか数カウントされないから。レッドタイガー迷彩解除した後のスチールはめっちゃ重要なんだけどね。スペクトラムチャレンジが進行するんで。これでも強いな。思ったよりでも連射速度ないね。あの、万能みたいな感じですね。BO3 の。俺好きだったんだ、あれ。連射速度低くて威力が高かったんだ、あれ。似てますよ、なんか。リンクタウンいいね。今回は武器レベル2でリフレックスサイトにプラス 100XP、 武器レベル3で拡張マガジン解除にプラス 200XP ですね。23キロ。あ、やりたいんだけど、もう出よう。はい、プレミアさんありがとうございました。ティア4、1個溜まった。全部もう使ってたからね。あと気長に溜めていくしかない。アサルトライフルのやつがそういえばあったんだよ、これ。あと20キロ。バッテリーやっぱ強いけど、強いですね。今回大マシン決まらんかったけどね。武器大マシン1327キロ。に、クラスターグレネード1565キロですね。これ、いいっすね。ヘッドショット出てるかな。1回だけ出てるんだね。
今回はサイトリフレックスと拡張マガジン解除大きいよ。12発増えて56発ですね。拡張マガジン2まであるからね。これあのウルトラブキュエロ、さっきも話したんだけど、ウルトラブキュエロのあのこれね、備蓄品ケース425、今回新武器3種類追加されてるんだけど、で備蓄品ケースがね420個溜まってて、でそれでこのクレート重複なし70個オープンしたんだけど、これで全部全新武器獲得したかったんだけどね、ウルトラ武器エロ2個残ってたんで、それを使わずにちょっと重複クレート重複なしで新武器全種類コンプリート狙ってたんだけど、あの AN9 アバカンは早い段階で出たんだけど、あとの2種類 VMP とで、今回のあのエコーホークデュアルボアは出なかったんだけど、これではね。でこれウルトラブキュアイロの最初の2個目にね VMP が出たんだけど、最初のウルトラブキュアイロ1個目で今回の新武器これね、あこれは VMP でしょ。こうあれ、あこれね、エコーオークデュアルボア今回使ったやつ出たんですよ。これいいっすね、エコーオークデュアルボアね、フルオートクラス最大の相談数を誇り、ダメージ性能が向上、ダブルバレル、これも弱体化来るな多分。連射速度なかったっすね、でも使いやすいね、威力もでもそんなに高くないんだね。あ、高いのか、結構。ICR。ランパートが威力高いね、やっぱり。はあ、結構でもいいんじゃないですか、これ。使いやすいっすよ、これ。これ引き続き使っていくんでね。はい、今回はね、矢作萌香のクラスの、アサルトライフル新武器、エコーホークデュアルボア、ヘリオンサルボ、装備チャージに、スペシャリストは、バッテリーを使用してニュークタウンのマーセナリーチームデスマッチモシピットの試合でエコーホークデュアルボア初使用してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。